パートナーシップの偉大なところは、お互いの違いを受け入れようとする度合い、そこにあなたの人間の成長というギフトがもたらされる。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっと皆さんわかりますかね、ここ真っ赤っかになっちゃったんですよね。それはうちの奥さんが激しかったとかそういう話ではなくてですね、私は神戸の北の有馬温泉の付近に住んでおりまして、まあすごく田舎なんで、夏は草刈りをしなきゃいけないんですね。うちはもう昔からの、お百姓さんの家で、今はもう何もしてないんですけれども、田んぼばっかりあるので草刈りだけはしなきゃいけないんですね。多分ですね、漆かなんかを切っちゃったんでしょうね。首にタオルを巻いてたんで、何かそれが汗になってこの辺に溜まっちゃって真っ赤かになっちゃって、見苦しかったらごめんなさいね。さあ今日皆さんにお話ししたいことは、パートナーシップっていうのは対等性っていうのがとても大事なんですよという話と、相補性と心理学では言われるんですけれども、魅力を感じる、魅力の力学は自分にないものを持っている、それを魅力というふうに人は感じるわけです。例えばお金がない人はお金持ちを見たらすっごい素敵と思いますよね。だってお金がなくて苦しんでいる、もし私はお金を持ってたらどれだけ欲しいものが買えて幸せになれるのかなと思うと、お金持ちを見たら、あ、すごいと思うわけです。学歴がない人は、自分が高学歴だったらいい大学出てたらもっと人生が変わっただろうと思うと、高学歴の人に魅力を感じる。背が低い人は背の高い人、太ってる人はスリムで痩せてかっこいい人。つまりないものに魅力を感じるっていうのがこの相補性の法則なんですね。ところが今日お話ししたいのは、あなたとパートナーは違う、真逆だからそこに魅力は感じますが、将来そこの違いが喧嘩になったりします。が、しかし、パートナーとあなたは違うがゆえに、全く違うものを受け入れることができるか、その力があなたたちカップル夫婦として共に人間が成長できる。そんな話をしたいと思います。昔ですね、私の父親が定年退職をし、うちの母親と沖縄旅行をしていたんですね。私の父親っていうのは、まあ地方公務員だったんですけれども、その後第二のお勤めで、まあ身体障害者の施設の園長をしていました。そしてその時に、いやー本当に身体障害者の皆さんは大変だよ。もし自分がああいう風になっちゃったら、本当にもう死んだ方がマシかもしれない。俺はそんなに強くはないからな。人の迷惑はかけたくない。うちの親父はそういうタイプだったんですが、その沖縄旅行中に階段から転げて、首の頸椎をひねってしまいまして、気がついたら病院で首の下が全く動かないという状況になっちゃったわけです。つまりうちの親父が重度の身体障害者になっちゃったんですね。しかも首の損傷というのは症状が固定するまで飛行機にも船にも乗せてもらえないので、9ヶ月沖縄で入院する羽目になっちゃったんですね。そしてうちの母親っていうのはもう本当に真面目で献身的なタイプなので、うちの父親の看病をずっとしていました。まあその頃私はまあサラリーマンをしていましたから、金曜日の仕事終わりに最終便で沖縄に行き、そして母親と看病を代わり、日曜日の最終便で沖縄から帰ってくるという生活をしていたんですけれども、やはりですね、付き添いで親父の病院のベッドの横で寝るわけですから、十分な睡眠も取れず、そしてまあ食生活もまあ沖縄と神戸全然違いますから、どんどん痩せていったんですね。そしてたまにはこっちに帰って静養しなよとか、僕が土曜日日曜日にいる間ぐらいはホテルでゆっくり休みなさいよって言うんだけれども、
いや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 、そんなこと、妻としてそんなことはできません。万が一誰かがお見舞いに来て妻である私がいないなんていうことは耐えられません。場所は沖縄だと思うでしょ皆さん。ところが先ほどお話ししたように、義理がたい田舎の人はですね、沖縄までお見舞いに来たりするんですよ。いやー、平さん、旅行で沖縄に来たついでにお見舞いに来ましたって、それがですね、10日に1回ぐらい来られるんですね。いつ来るかわからないので、休むこともできない。そして、どんなに言っても、うちの母親っていうのは、僕の言うことを聞いてくれませんでした。珍しいんですよ、僕の言うことを聞かない人っていうのは、もう大概、いい仕事してるんですけれども、そんな時に私はこの法則を知っていたので、どうしても自分にできないこの部分っていうのは、そうか、嫁のやり方でやってみよう。そしてうちのその当時はまだ結婚してませんでしたね、婚約はしていました。うちの両親にも紹介していましたので、まあ彼女のやり方に従って丸投げしたんです。そうすると彼女はうちの母親に一枚の手紙を書いてくれました。その手紙はこういう手紙だったんですね。お母さん、私の母親は癌になって亡くなったということは以前お話ししましたよね。最近沖縄にお見舞いに行くたんびに、お母さんはどん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 痩せていかれて、まるで私の母親が癌で亡くなる時のように心配でなりません。淳二さんから聞いても十分休まれていないという話で、本当に心を痛めています。今日はお母さんにお願いがあってこの手紙を書きました。どうかお母さん、せっかく私がお母さんと呼べるそんな人を、亡くなったり悲しい私に思いをさせないでほしいんです。どうか私にずっとあなたのことをお母さんと呼び続けていくことができますように、ぜひとも私のためにお体を大事にしてくださいねっていう手紙を書いてくれて、うちの母親はそれを読んで顔色一つ変えず、寝るってホテルに行って3日帰ってきませんでした。説得するって得意なタイプなんですが、頼むって考えたこともなかったんです。そうか、あなたとパートナーは真逆なんです。そしてあなたの成功の秘訣やり方もあれば、あなたのパートナーのスタイルもあり、そしてその2つが合体することにより、あなたはより成熟することができるんですね。多分パートナーじゃなかったとしたら、あんな喧嘩した後で二度と会いたくないと思いませんか。あなたの愛するパートナーじゃないと、自分と全く違うあのやり方を受け入れようとはしません。ところがパートナーシップの偉大なところは、お互いの違いを受け入れようとする度合い、そこにあなたの人間の成長というギフトがもたらされるということですね。パートナーシップは違うからこそ魅力を感じる。でもその違いが将来2人の喧嘩になります。しかしその違いがお互いを救うことになるわけですね。あなたのパートナーとのその違い、それがあなたの唯一の救いです。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。講演会のお知らせでございます。福岡そして札幌に直接平にお会いしに来られませんか。2つの地域で講演会を実施いたします。福岡6月30日日曜日13時30分から16時30分博多駅5分で到着する八重洲博多ビルで実施いたします。札幌は4月15日の祝日、北濃憲法会館13時30分から16時30分。
札幌駅からここも5分ぐらい、5500円の会費がいりますが、なんと3300円のメンタルの講座、一度受けれる無料チケットを皆さんにプレゼントします。詳しくは YouTube 概要欄の方を見てください。よろしくね、お願いします。お会いしとうございます。